このコロナが始まってから、学校をはじめいろいろな機関が、なんとかしてコロナを制御しようというふうに頑張ってこられたんですが、特にやっぱり私が感じたのは、例えば学校に入るとき、ワクチンを接種するとき、核酸検査をするとき、そういったときの手続きがとても早いんですね。そしてまた、流れるようにそれが行われていく。で、私はそれにやはりとても安心感を感じました。